終わったのか。彼らは。大丈夫。あんたの息子は強いんだ。すんげえ数。次は家ごと吹っ飛ばしに来るかな。父さん。ホープ、大丈夫か。怪我はないか。父さんは。私も大丈夫だ。俺が行く。何でもねえだろう。お前らと同じ人間だ。コクーンで生まれ育った人間なんだ。わかるか。コクーンは俺たちの故郷なんだよ。ルシだろうと滅ぼしたいわけないだろうが。コクーンを守りたい気持ちはお前らと一緒なんだ。ルシが人間だって守りたいのこそに決まってる。騙されるな。答えるな。スノービリアス君だったな。サイコムのヤーグロッシュだ。君の主張は理解できる。だがパルスの脅威はコクーン全体の問題だ。君たちルシが存在するだけで全ての人々が危険にさらされる。スノー君、君一人の命とコクーン市民数千万の命を引き換えにできるか。私にはできない。よって君たちルシの処分を命じるしかない。そういうことだ。私の責任において君を抹殺する。恨むなら私を恨め。ふざけるな。ルシが邪魔ならルシだけ狙えよ。関係ない人たちの命を巻き込むなよ。今すぐパージをやめろ。我々が好き好んでパージを行っていると思うか。パルスの脅威を取り去らねば民衆の恐怖は抑えられん。犠牲を払ってもパージを断行せねばコクーンは死ぬ。ガスだ。誰が撃った。貴様、縛れ。あんたは脅されて仕方なくかくまった。いいな。それじゃ君たちが言う通りにして。やっぱり僕らはコクーンの敵なんだ。こっちにその気がなくてもコクーンはルシを許さない。僕はみんなと一緒に行く。どうにかして生き延びる。絶対死なないから。ごめん、
父さんを置いて逃げるのは。逃げるんじゃない。お前は逃げてるんじゃない、進もうとしてるんだ。前に進んでやるべきことをやりなさい。やるべきって、ルシの使命。そんなものはどうでもいい。お前が決めるんだ。
を言う。迎えに来たぜ。小細工しやがって。さあ乗った乗った。私たちはいつも忘れてしまう育った家や家族のことを。交わした言葉が最後になるなんて思わないから。